聖剣伝説3トライアルズオブマナ。はい、というわけで皆さんこちらシスです。製品版聖剣伝説3実況を始めていきましょう。製品版発売と同時に、ダッシュ方法のパッチが当たっていましたね。今までと違い自動的にダッシュしてくれたりするようになるみたいですね。せっかくだからこの自動というのを試してみようかなというふうに思います。では製品版どのキャラクターでいくか、一応ね体験版を全キャラやってるんですよ。そしてそこから引き継ごうと思っています。そして引き継ぐデータはこちらお前やっぱりシャルロットかと言われるかもしれませんが、シャルロット、ケビン、アンジェラ、こちらで行こうかなというふうに思います。では引き継いでいきましょう。さあ、ルガーに吹き飛ばされた後だけど、これはいきなりのムービー、マナの聖域ですかね。あ、そうだよね、マナの剣、オープニング。マナの木が枯れていく。聖剣を抜く勇者を見つけ、マナの女神様を覚醒させなければ。人間界の光の司祭様にこのことをお知らせしましょう。さあ、手遅れになる前に急ぎましょう。もうダメ。ああ何を言うの、もう少しじゃない、頑張って。オープニングか。ありがとう。でも残りの力では人間界まで持たないよ。残りの私の力あなたに託すわ。頑張って。私たちももう限界、あとはよろしくね。勇者を見つけ、必ずマナの木を救って。そうか、オープニングで光の玉が一つ一つ地上に落ちていっていたのはこういうことだったのか。そしてケビンシャルなんかさ、これ捕まってないか。牢獄ではないか、ここは。ここは、おーい、誰か、ここから出すでちよ。ちょっと静かにしなさいよ。3キャラ目。あんた誰、ここは何なんでちか。ここはね、ジャドの地下牢よ。あんたたちもビースト兵にやられちゃったんでしょ。頭にきちゃうよね。私はアンジェラ。完全にさ、襲われそうになったビースト兵殴って、あの入れられたでしょ。あんたたちも助けてあげるから。でもやっぱり RPG のオープニングといえば地下牢ですよね。そこのお兄さん、ちょっとちょっと着替えたいんだけど手伝ってくださらない？ん？こっちこっち。いや、これはね、仕方ない。いや、これは仕方ないよ。騙したな。ふんだ、騙される方が悪いのよ、あっくんビーだ。これは仕方ないと思うが、シャルロットでもこう、あ、そうか、シャルロット3人目じゃないからこれできないのか。なるほど、だからシャルロットは洞窟で仲間になんだ。足止めにならないでね。
とりあえずこの町から脱出しましょう。港に行けば船があるらしいよ。了解。獣人たちがウェンデルに攻め込んで町の警備が手薄になったら船を出すって、私が捕まる前に町の人たちが話していたから。ここから逃げ出すんだったら、そこの女神像にお祈りして回復しといた方がいいよ。さあ早く。ありがてえ。そしてアンジェラが仲間になった。かわいいこの獣人が叫んだら仲間が来てしまうのではなかろうか。牢屋の中に特に何かあるわけではない。いやケビンだったらさケビンだったらさ、ここさクリリンのことかーってドーンってさ、完全にカールのことかーで、この壁破壊できた気がしないこともないが、ダッシュを見てみましょうか。自動ダッシュで、あ、なるほどね。あー自動ダッシュするようになった。1秒経ったら。フォークアイだったらニキータがここでもえそんなにニキータ出番ないかな。あ、そしてちょうど6キャラ12セーブ全部使っているのか。そうしたら体験版のセーブは消していきましょう。そう、まあクソやられたいやーでも男ならわかるわ。ケビンも今わかると思ったわ。いやケビンはわかんねえか。フォークアイさんは今わかると思ったわ。あ、え、待て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 、こいつどっかで見たことが。泣きにしもあらずんば。お前お前フォークアイにさ、お宝盗まれてたじゃないの。おお、助けに来てくれたのか。ついでに中の獣人とその一味を追い出してくれ。ジャド、ほら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 、え、ジャドの領主、フォークアイが襲ったのとは違うな。しかしあれか、この世界では、悪どいことをしてお金稼いでるやつはみんなこのターバンデブか。なるほど、理解したし。え、MP が上がるリンクアビリティをゲットしたアンジェラさんかな。そうか、アンジェラさん育成してないんですよね。というかあれなんだよな、シャルロットに力5振っちゃってるんすよね、体験版だから。これ多分いらなかったよな、ミスってる。いやまあでもこのポイントは一応振り直しもできるらしいから、まあこのままでいいかな。いつかこの力はね、精神とか知性に振ることになるんでしょう。そうしたらアンジェラはもう精神ブッパーでいいよね。ホーリーボール使いたいし、撃破 MP プラス、そして精神も上がる。おそらくこれでいいんじゃないかな。 OK、 目覚めた力。そうだ、あとねこれなんですよ、ラビのアクセサリー早期購入特典をゲットしています。あー見た目変わった。見て見て見て、ちょっと待って、外せない。今この胸があるじゃん、胸はないんだけどあるじゃん。でラビのアクセサリーをつけると、ほら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 、グラフィック反映かわいい経験値アップですね。レベル10までだからそんな活躍する機会はないと思いますが、ちなみにねこのラビのアクセサリーは、コードをプレイステーションネットワークに、入力した後に PS4 の電源をオンオフして再起動しないと、入手できませんでしたね。そして、ショートカットにこれで登録ができたのかな。いや、できてる。うん、わからんが、まあ、よしとしよう。ショートカットからどうやって使うのかもよくわからんしね。カールカールあ、ホーリーボルト撃ってる。待って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 。ホーリーボルト強いかもしれん。しかし、撃つタイミングをちょっと変えないと MP とかが必殺技そこそこ使うにする？攻撃はバランス、いやでももう攻撃しかないもんな。支援優先、まあ回復覚えたら支援優先でもいいのかな。一旦はこれ同じ敵を狙う。基本同じ敵でいいんじゃないかな。まとめてやった方がいいよね。あ、でも魔法は同じ敵より多分一発のダメージ大きいよね。そうしたら HP が高い敵っていうのはないのかな。違う敵にしようかな。いやー、それにしてもさ、これ、
きんですよね。なりき趣味悪い内装だよな。なんか天井低くないかこれ。大丈夫か扉。やっぱジャドのあれだったもんね、ターバンだったもんね。ターバンは悪どい。趣味が悪い。ん、開かない。仕掛けか。なるほど。お宝500、でっかい。さらに蜂蜜ドリンク、ちょっとアンジェラに変えてみようか。アンジェラに変え、ホーリーボールを打ってる。見る。33、微妙。いやー、ホーリーボールあんま強くないから、もうこれ同じ敵でもいいかもしれんね。ショートカットはね、こうアンジェラだったら使えるんだ、こういう感じで。なるほどね。ケビン無双が始まってる。ケビン強すぎなんだよな。そしたらね、レベルアップしたんでステータス振っていきましょう。シャルロットさんはこれでヒールライトが使えるようになる。オッケー、やっとヒーラー。さあ、そしたら、あー、獣人になってる。夜か、杖とかな。いや、こちらも杖。どっちが杖か見せていこう。うん、戦えない。話すのか。なるほど。めっちゃ今戦う気で、丸々三角とか、丸三角とか、やろうとしていた。しっかりとね、探索していきましょう。アイテムは逃さず、取っていきたい。こんな頑張って。拾う必要ないのかな。いやでも逃したくない性分なんですよね。あー、お店の人たちとかもういない。みんな逃げてるっていうことか。宿屋もいない。種植えておくか。さあ何が取れるか。奇跡のクッキー。いやなんか結構いいんじゃない。ウルフデビルの油、ハンドアックス第一のコイン、これわからん。いいもんなのかどうかが全くわからん。そしてぷいぷい。さあ、今手に入れたものは、はあ、コロボックルのリング、ちびっこ状態を無効、3、4上がる。え、これ何、防御さん、魔法防御と普通の防御か。なるほど。これはいいかもしれんね。魔法の飛躍、最大 MP にアップ。いや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 、超レアじゃないこれ。マジか。種系ゲットした、これは嬉しい。もう地味にそう、夢見草の昼と夜を入れ替えるってケビン使ったら最強なんじゃね。常に夜で戦えるっていうことですよね、ボス戦で使ったら。これいいな。クローラーの爪、味方の武器に MP 吸収を付与。アンジェラ強くない。いや、種やばくないか。うん、でもな、武器を買い替えたら、なくなっちゃうんだよね。意味ないんだよね。うわぁ、こういうの使っていいかどうかわかんねえ。迷いまくる。いや、でも結構いいもん手に入れたな。ハンドアックスは投げ武器。ボス専用とかに、手裏剣76、威力300、300?やば。光のコインではなく、ハンドアックスを装備しよう。リングコマンド。リングコマンドに入れてないと、戦闘中に使えないんですよね、多分。よし、こんな感じでいいんじゃないかな。いや、誰も残ってないね。すべての箇所行って、街の人全員脱出してることを一応確認してから、行くか。確認する意味ないが。いや、こういうのさ、逃してる人いるかもしれないじゃん。いや、気をつけなきゃいけない。こういうね、草場の影とかに残ってる人いるかもしれないんですよ。こう、ミンサカ的に言うと、こういうの回収してないと、あれですからね、3万ギルもらえなくなりますからね。あ、ちなみに、回復しとこう。ヒールライト。いや、一応ね、今、難易度、ハードでやってるんですけども、バカになんね、結構食らう。敵のダメージがね、バカになんないんですよ。さっさと乗ってくんな、もう出航だ。お前そのヒゲを黒くしてターバン巻いたら金持ちになれるんじゃないか。いやでもこいつ船持ってっからな。
相当な金持ちの可能性がある。あ、待って、宝箱、あ、でも今取れなかったよね。耳神に見える灯台の宝箱、いや、最初にジャド来た時に私このデータだと取り逃してるんですよね。随分時間を無駄にしてしまった。マイヤに逃げたら急いで残りの精霊たちを見つけないと。マイヤ？ん？ああ、何これ。あ、そうか、知らないのか。ダサダサデッチ。こんなフェアリーさんで驚くとは。あんたしゃまだまだお子ちゃまデッチね。フェアリーさんはマナの扉を開くためにマナストーンのそばに住む精霊さんたちを探さなきゃいけないんデッチ。知ってる、ウェンデルで司祭様に聞いたよ。もうどこほっつき歩いてたのよ。探したんだからね。でもよかった、もう会えないかと思ってた。オイラ、カールを生き返らせたい。あんたは、あんたも何か生き返らせたいか。うん、お願い。私どうしていいか分かんなくなっちゃって。私の名前はアンジェラ。こう見えても魔法王国アルテナの王女なのよ。でもどうしても魔法が使えるようにならなくて、そんな私にお母様はとても冷たかった。私の命と引き換えに古代魔法でマナストーンのエネルギーをコントロールしようとするなんて。それから後のことはよく覚えてない。気がつくと城の外に倒れていたわ。私はどうしていいかわからなくなって雪原をさまよい、たどり着いたエルランドの町で旅の占い師から生徒ウェンデルのことを聞いて、わらをもつかむ思いでここまで来たの。マナの剣か。お母様もそんなこと言ってた。お母様もその剣を手に入れようとしている。私が先に行って剣を奪えばきっと私を見直してくれる。ねえお願い、私も一緒に連れて行っていいでしょ。もちろんよ。それに精霊たちと出会えばすぐにあなたも魔法が使えるようになるし。もう使ってるんですけども。やった。いやー、あなたを殺そうとしていたお母様ですよ。マナの剣だけ奪われて殺されてしまうっていう。いやー、虐待児とか DV みたいに依存してしまうんですよね、こういうのは。よくない。そしてでもアンジェラさんいい子でしたね。そしてアンジェラに絡むシャルロットっていうのが今可愛すぎた。最高じゃねえか。さあ着いた。マイア、自由都市マイア。へえ、マイアミ。シャルロットたち、これからどこに行けばいいんですか？